こんにちは、無課金プレイヤーのフォルテです。今回はアニバーサリー第1弾の目玉の宮西投手の特集やっていきます。まだ60連目引いてない方はね、誰を取るべきなのかの決断のマザエロの一つになればなって思いますし、過去バージョンから継承すべきなのかであったりとか、まあ、実際ランク戦で打率6割超えの人にも2人ぐらいね、対戦しましたので、そちらの良さそうなコースとかね、参考にしてもらえばなとか思ったりしております。ってことで、まず特の解説からやっていきましょう。では1本前の動画でも少し話しましたが、特能の解説からやっていきます。エシクエンという特能が発動率 50% が最大で、発動時ミートパワーマイナス6ダウンする、で請求も自分のものプラス1することができるものとなっております。でそれ含めてね、全発動した時にものすごく能力が削れるんじゃないかっていうところなんですが、1個ずつ見ていくと、まず切れ替えで言うとミートマイナス6の効果があることがこれ見るとわかります。まあ、こちらはちょっとわざと育成中途半端にしてスピ負けしたものなので、特能だけで相手の能力が削れてるものになっております。でそしてそれに超タイプ120丸も重なると、合計ミートマイナス12、パワーマイナス6削れております。まあ、なので超タイプ120丸がミートマイナス6、パワーマイナス6の単体での効果っていう感じですね。でそこに今祝宴も重ねて発動すると、合計でミートマイナス18、パワーマイナス12削れるものとなっております。まあ、そのためこの村上選手は C のところはねキープできてるんですけども、例えば今回のアニバの外さんで言うとね、デフォルト67なんで、特能が外さんのもの発動しなかった際は、まあ、スピリッツ関係なくね、まあ、49ぐらいまで削れてしまうこともあり得るんじゃないかっていうものになっております。まあね、これもちょっとね、なかなかこのパターンは相手が特能出なくて自分が特能全なしするパターンが全然出なくてね、申告敬遠50回ぐらいにやったんですけれども、まあいろんなパターンありますが、めちゃくちゃ能力削れやすい特能なのは分かりやすいかなと思ってます。でちなみに通常版だとまだ判明しないんですが、シリーズ版だと脱三振だったので、その場合だとミートマイナス17、パワーマイナス6を、まあ、最大削ることができると思われます。でこれ見ると、まあパワーの部分が、まあ、目立ってね、削り具合が違ってるのが分かるかなと思いますし、脱三振は追い込まないと発動条件満たしませんので、発動機械的にも明らかに祝宴の方が、ね、強いというところで、なるべく今シリーズはアニバーサリーで取りたい投手となっております。では過去シリーズとの比較をやっていきましょう。まずはスクリューかシンカーの違いですね。これが非常に大きいのかなと個人的には思っております。まあ、以前は2021シリーズ1のものと、まあ、それも前のものかな、それに関してはシンカーというところで高さ関係なく変化量が一定だったんですが、今回スクリューのものになってると、高さによって変化量とか軌道が変わっていきます。こういう下に落ちるものと横滑りのものと、まあ、下側もなんだけどもかなり変化量が小さいものっていう感じで、こういう境目で変化量軌道が変わっていきますので、これが非常に強いのかなと感じております。やっぱりシンカーの場合だと、まあ、回転的にシンカーって分かった瞬間に変化量を把握している方だったら、この辺に落ちるなみたいなところが、まあ、すぐ分かるっていうね、まあ、はっきりカーソルを動かせる判断が早くできるっていうところがあると思うんですけど、例えばこういう変化の境目のところにこういうスクリュー投げた場合に、この下に落ちる方の軌道なのか、もしくは横滑りする軌道なのかっていうのが一瞬で判別が、まあ、高さがちゃんといいとこ行けば分かりづらいっていうところがありますので、まあ、相手もどこにカーソルを持っていけばいいのかっていうのが、まあ、確信持ってすぐに持っていきづらいものになると思いますので、まあ、打ち損じも狙いやすい軌道になるのかなと思っております。まあ、そのためシンカーバージョン持ってる方は迷わず継承でいいのかなと思っております。ただし個人的には今年のシリーズ1で言うと、このスクリューの変化量が1違うというところがありますので、まあ現状これ超タイピンチ発動時の変化量なんですが、これが変化量5ですね。高橋優希投手とか、まあ、内海投手と同じような、通常版のねその投手たちと同じような変化量となっておりますが、まあ、これよりも1段階より大きく曲がるのがシリーズ1というところで、個人的には理想は変化量重視で、シリーズ1のものが、まあ、今後ねスピ解放するのであればおすすめになるのかなと思っております。まあ、一応選択契約書で獲得できるものになってますので、そちらの獲得も一応検討はありなのかなと思っております。まあ、ただそれはかなりリアタにこだわっている方向けの話ではあるかなって感じですかね。まあ、現状普通にやっぱり特能という意味では最もアニバのものが強くなっておりますので、まあ、この特能重視で選んでいくのも普通にありですね。リーグ補強としても非常にいいので、まあ、そういう面では全然アニバで取るのも、ありなのかなと思ってます。それによって選択契約書は別の選手をね取ろうっていう判断とかもできますので、そこはまあ人それぞれで、分けていいのかなとは思っております。ではランク戦の方が数試合あるんですけど長めにあるので、まあ、そちら背景に他の補足情報とか、まあ、リアタイ初心者向けの話になるのかな、確認のねことをやっていこうかなと思います。で今年
やっぱり獲得すべき理由としてなんですけど、宮西さんは来年弱体化濃厚っていうところが、まず一つ挙げられるかなと思います。今季成績テロップ出してるんですけども、例年の活躍に比べると登板数もそうですし防御率もそうですし、比較的明らかに下がってるのは間違いないので、来年弱体化は免れないのかなという投手になってると思います。でそうなると長年の疲労もあると思いますし、年齢的にもまたガーンって一気に、能力が上がるっていうのはちょっと考えづらいので、スピ解放っていうね手段をこれから取っていくって考えたら、最強能力を確保すべきなのかなっていうところだと思います。 TS も出てくれたらいいんですけど、それもいつ来るか分かんないんでね、今のうちにって感じですかね。ちょっと失投してしまったのはごめんなさい、点取られちゃいましたけど、この後は抑えてくれます。相手打率6割超えですから、そこも着目注目ですかね。はい、大事なところですね。能力の削り幅とかもぜひとも参考にしてみてください。であとは他の獲得手段が、ちょっと微妙かなっていうところがアニバで、取るべき理由ではあるかなと思ってます。一応通常版の S ランクが選択福袋の登場日までに出てくれないと選択契約書選べないので、だったら今のうちのアニバで確保すべきかなっていうところですかね。一応3月も選択契約書あるっちゃあるんですけども、それも来るかどうかそしてもね、お知らせなかったりしますし怖いので、安全っていうところで、しかも通常版は奪三振だとしたらもう能力一気にね得能の違いがあるというところがあるんで、わざわざ通常版待つ必要なくねみたいな感じですかね。で投手欲しいんだったら他の田中投手、千賀投手、アニバーサリーいると思うんですけど、選択契約書でも2人とも選べるので、そこでどっちか選んでもらってアニバーは宮西さんが無難だとは思います。で坂本さん欲しい方は難しいんですけどね、そこももしかしたら選択契約書出るかな。一応2ポジションあとは追加あると思うんですけど、今年アニバーサリー坂本さん出てくれたで、他の選手がねショートは比較的ゲーム的には大谷に入りづらい選手ばかりなので、だったら早めに出しちゃっても、問題なさそうなポジションの気はしますね。通常版だと坂本さんは正直弱めになっちゃってると思うので、だったら別に出てもおかしくないかな。でバランス的に中継ぎ抑えがもう一ポジションは来そうかなっていうところが一応予想しております。そんな感じかな。なので出てくれたら選択契約書でもいけるし、最悪ミキサーで、巨人は結構強めな選手が現状もう出てるんでね、メルセデス選手とか岡本選手とかも登場済みなので、他にもいい選手がいるっていうところでは巨人ミキサーもね検討してもいいかなとは思っております。リーグだったらニパー A 同値可能っていうのはでかいんですけど、リアタイ勢だったらそこはそんなにねめちゃめちゃ大事ってわけじゃないので、リアタイめっちゃ重視してる方だったら坂本さんはミキサーでの獲得検討してもいいのかもしれないですね。いつ出るか分かんないんでそこもちょっと判断難しいんですけどね。はい、というところで、これは普通に負けたやつですね。たださっきの、バースさんとかのね削り具合にミートマイナス30とかですからね、あの辺は気持ちいいですね。やっぱ使っててスピ解放してる選手とかだと発動状況によってはああいうこともねあり得るのかなっていうところです。でこれは通常千賀さんが良すぎて超大ピンチの場面なんなかったから継投しませんでしたよってやつですね。でさらにラストが打率6割8分の38連勝中の方との対戦となっております。やっぱりちょっと参考になる相手がねいいのかなってところで、打率3割の人とか動画撮ってなかったんですけども、いい感じでね超強い人が来てくれたんで、こちらぜひ参考にしてください。結構長めに球数カットまとめております。であとミキサー、日ハムもね若干他の選手も正直ゲーム的に大谷に入りづらい選手が多めなので、本命が当たんなかった際に誰も補強できなかったっていうのがね、やっぱりミキサー S ランク大量に消費するんで、そこが怖いなっていうのもあるんで、なおさら日ハム以外、楽天、ソフトバンク、巨人、そのあたりでミキサーがおすすめなのかなと思ってます。アニバとか関係なかったら、オリックスとかもね割といいのかなって気がしますかね。杉本選手もいますけど、吉田選手も取れますからね。吉田選手メジャー移籍濃厚なのかなって感じになってますんで、吉田選手も今シリーズ取りたいですね、なるべく。僕はスピリコリックスでやってるからってのもあるんですけど、
ではちょっと配球とか見ていきましょうか。でこれなんですけど、一旦千賀さんの話になります。これはツーシーム C のバージョンね、使ってくれてる方だったので、ぜひそこから継承を考えてる方はね、この動画と、まあ、ちょっと前に出した僕の通常千賀さんとか出してる動画に、ね、打者目線あるんで、そことね見比べてもらって、自分は本当にこれを継承すべきなのかっていうところでね、判断の材料にしてみてください。で普通に、まあ、どの千賀さんでも当てはまるようなうまい配球をしてくれてる方だったので、そこもぜひ、参考にしてみてください。僕もちょっとやられて打ちながら感動してましたね。あ、これうめえ、やられたっていうのはね、なんか意図的に戦略的にやられた感をねすごい感じたんで、ちょっと僕も参考にしたくてね、今回動画に全球残していこうと思っております。で思ったのは、ちゃんとね適当に甘いコースにまずパッて入れてこないんですよね。その前にちゃんと同じ視点からツーシームだったらストライクのところに、同じ視点からカットボールでボールにしたり、ストレートでボールにしたりとかいうのをしっかりと混ぜてから、フォークとかもそうですね、そういうのしっかり混ぜてから、たまに甘めにボンってくるっていう感じかな。投げる前に布石というか見せ玉っていうのをしっかりと出していることによって、それによって打つときに同じ視点でまた来るんで、さっきボールだったから、あ、これまたボールで来るんじゃないか、またボールなんじゃないかっていうところで振るのにちょっとためらうんですよね。不信感が生まれるというか、まあ、それによって振る判断が遅れてしまったりとかもあったので強かったですね。でさっきみたいに、今みたいに明らかにツーシームの感じで巻き込んで、さっきポッテンヒット打ったんで、その軌道をしっかり観察して、今度ストレートで一気にポンってきたんですよね。ツーシームはボールで見せ玉にして、ストライクに入れるのは一気にさっきまで投げてなかったストレートをどんどん中に入れてくるっていう、この相手の反応を見て、それによって狙い球以外のね、効きやすい球種を選択して投げてきてるっていうのも素晴らしいなと、打ちながらね非常に感動しました。うん、いやーやっぱね、しかも制球低めな千賀さんですかね、それをしっかりビタビタに決めるっていうのは、ベストピッチの技術もすごい高いっていうので、まあ、ちょっと実際発生したのか分かんないですけども、うん、そこはおそらく出てると思うんで、いやすごいなと、うん、思いましたね。まあ、そこも適当に投げがちですけど、改めてベストピッチもね意識しなきゃなと思いました。で宮西さんに関しては、まあ何ですかね、さっきの、まあ、一応僕なりにも考えて配球はしたんですが、さっき長体ピンチでがっつりねインコースボールにしたでっかいスラブあったんで、あえてちっちゃめのものをね激ヤマなところに投げたりとかしたのが今のところ刺さってくれておりますね。結構ね、相手も6割8分の人ですからね、割と刺さってます。でこのスクリューも、まあ、宇都宮さんみたいなイメージで投げたんですけれどもね、これも打ち損じてくれましたと。まあ、今多分スタミナ切れも若干影響あったかな。うん、タイミングよくねスタミナ切れが良かったですね、きっと。だから超タイピンとか出てるんだったら、スタミナ切れしたとしても、もう一人ぐらいはね、打者投げてもいいのかなと思います。相手も変化量がわけ合わなくなったもんで、まあ、猛者ほどね、それが一番嫌う気がする。ちゃんと変化量把握してるからこそ、ですかね。で、このカットボールに優しかったですね。さっきサンザーのツーシームをストライクからボール投げてくる、ところ投げてきたんで、その位置から追い込んでからカットボールをね、今まで投げてなかったのに投げてくるっていうところで、しっかりとね、配球パターンも変えてきてるのも、ね、あるんですよね。序盤の布石を生かしつつ、別な配球をまたしてくるっていうのが、またうまいなと思いました。で、これもですね、さっきまでアウトコースの真ん中のところは全部フォークしか投げてなかったのに、いきなりここからツーシームを2球ね、外に投げてくるんですよね。もちろん完全に僕、フォーク待ちだったんで、反応ができなかったですね。で、これはたまたま、まあ、見通しで追い込まれてたんで、対応できたって感じで、一応ここ、サヨナラのチャンスまで持っていきましたが、ビエラさん登場。ね、僕も選択契約書で取りたかったなと思っておりますので、皆さんもね、選択契約書の獲得の参考に、これを見て、してみてください。で、まずは、際どいとこを攻めてきて、ボールと。まあ、サヨナラのピンチなんでね、相手も。これはね、完全に、球種、スプリット待ちで打ったんですけど、打ち損じましたね。もったいなかったな。で、次の回は、ミネスさんの通常ですね、タイピン出なかったんで、スタミナ切れだったんで、普通に変えましたと。で、途端に、はい、どんどん打たれます。はい、西口さんが全く通用しません。はい。点が取られます。で、藤川さんに変えても、ちょっと点取られましたね、結局。で、結局、藤川さんでもあんまり止められず、5点を
一気に宮西さん変えた途端に捉えましたからね。まあ結果的に宮西さんの強さがある程度あのイメージはついたんじゃないのかなと思うので、うん、これはこれで良かったのかな良くないけど、はい、で最後はもう戦意喪失ですね。ただただビエラ投手の圧にやられました。まあ、ツーシーム変化量でかいですからね。これも単純なストレートツーシームだけでもすごい厄介な感じですね。いや欲しいな、これもねグーンってね曲がるんで、いやー強いっすよ、あんま考えなくてもいいかもっていうぐらい強かったですね。はい、ということでまた以上になります。無課金向け動画とかまた出していきます。まあちょっとこんな感じのテイストでよかったか分かりませんけど、また動画作っていきます。よかったらチャンネル登録グッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。